まずいなぁ。夏の間、家でゴロゴロしてたら、こんなに太ってしまった。なんとしても痩せないと、生活習慣病待ったなしだな。マリサー、プマー。よう、霊夢、やあ、霊夢。ってお前、かなり太ったな。出会っていきなりそれかい。だって、すごい体型なんだもの。それくらい痛くなるのぜ。霊夢は夏の間どう過ごしてたんだ。どうせ、毎日ゴロゴロしてたんだろ。その通りです。毎日くっちゃね、くっちゃねしてました。それに、夜食も少々。それは、太りますわ。このままだと糖尿病まっしぐらだな。ウェイン、糖尿病になりたくないよ。そうだ、霊夢、いい方法があるぞ。え、本当？ビリー、遊戯のダイエットキャンプに参加するんだ。え、これってまさか、世界一過酷なダイエットキャンプか。そうだよ。でも確実に痩せられるよ。確実に痩せられるなら、出てみようかな。こうして、霊夢はダイエットキャンプに参加することにした。よく来たな、こいつ取った豚ども。おい、豚とはなんだこの野郎。あなたは何様のつもりですか。すいませんでした。どうかお許しを。よし、いいだろう。私が君たちを指導する。ビリー、ユーギが私に任せればお前たちみたいな醜い豚をパーフェクトボディにしてやる。本当ですか。世の中の男たち全員を虜にできますか。あ、できるとも。俺も痩せればモテますか。その顔じゃ無理だ、諦めろ。え、第一お前鏡見たことないのか。よし、早速訓練開始だ。用意しろ豚ども。まずはランニングだ。浜辺を20キロだ。はぁ、あ、はぁはぁ、いきなり20キロなんて。これだけでもヤバいわ。オラオラ、走れ豚ども。クソったら。次は100メートルダッシュ100本だ。グオー、もうやけっそだ。走り切ってやる。私はスリムになってやるんだ。次は素振り1000本だ。はじめ。ここは野球部か。バットが重い。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、もう限界。おい、ブサイク、もっとちゃんと振れ。すいません、殴らないでください。もう嫌だ。次はミサイルを避ける訓練だ。ギャー、死ぬー。ギャー、ちゃんと避けろ、豚ども。避けられるか。こんなトレーニングが1ヶ月以上続いた。今日のニュースです。今日午前11時頃、海岸沿いでガリガリに痩せ細った3人の遺体が発見されました。遺体はビリー、ユーギのダイエットキャンプに参加していた白霊霊夢さんとコチヤサナエさん、キレイマルさんの3人と見られています。死因はおそらく過度のダイエットによる衰弱死と見られています。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお済みですか。まだの方は下の画面のチャンネル登録をクリックしてくれ。なんだぜ。コメント高評価お願いします。動画作成の励みになります。次回またお会いしましょう。